あんたは今日限りでクビだから。え？社長夫人である宮本香織は当たり前のように告げてきた。急にそんなことを言われて納得する人間などいるのだろうか。どうして？あんたが2ヶ月前にやらかしたミスが今になって会社に大打撃を与えた。その責任を取ってもらうにはクビにするしかないの。は？2ヶ月前のミス？何のことだよ。思い当たる節がどこにもなかった。そこまで大きなミスをやったのなら覚えていないはずはない。あらあら、自分のミスを忘れるなんて、都合のいい脳みそしてるわね。いや、本当に身に覚えがないから。まあ、どちらにせよ、そんな奴はうちの会社に必要ないわね。宮本はそう言って、俺を追い払うように手を振った。この二人には日常的に嫌がらせをされて見下されてきたが、まさか、ここまでするなんて。納得のいかない俺は行動を開始する。その結果、宮本がとんでもない目に遭うだなんて、この時は誰も予想していなかった。俺の名前は広川進。とある会社で営業マンとして働く27歳だ。仕事には全力で取り組むのがモットーで、妥協はしない主義だ。その一方で、自分の営業に関してのスキルアップも兼ねて、副業もしている。売りたい商品をネットで紹介するというシンプルなものだが、思っていた以上に自身の営業スキルにつながった。どうすれば顧客の購買意欲をかき立てることができるのか、研究に研究を重ねる日々。そんなことを続けるうちに、俺の営業スキルはどんどん磨かれていった。俺の社内での成績はいつの間にかトップクラスになっていたことに気づく。最終的には会社の9割の売り上げを持つほどにまでなっていた。周りの人間からは尊敬されているが、決して調子には乗るまいと決めている。俺は社内での評価が上がれば上がるほど気を引き締めて仕事に臨んだ。副業も本業も全力で取り組み、現状に満足しない。ストイックすぎると周りから心配されることもあるが、それが俺の性格だった。俺はひたすらに己の営業スキルを磨くことに専念する。そんな日々を重ねているうちに、気づけば今の会社に入って3年の月日が経った。俺は変わらず努力を続けている。ある意味では変わらない日常を送っていた俺に社内ニュースが飛び込んできた。それは社長の結婚である。仕事一筋に生きてきた社長は結婚願望がもともとなく、ずっと独身を貫いていた。恋愛してる時間があるなら仕事をするが口癖だったのに、どういう心境の変化だろうと社内の誰もが驚く。しかし俺はそれ以上にある事実について驚くことになる。社長の結婚相手は俺がよく知っている人物だったのだ。私の妻もこの会社で一緒に働くことになった。みんなに紹介させてくれ。社長がそう言うと、結婚相手となる女性が現れた。その女性の顔を見て、俺は思わず声を出して驚く。なんと、社長の結婚相手は、俺の高校時代の同級生の宮本香織だったのだ。まさかの再会にどう反応していいのかわからない。できることなら二度と会いたくないと思っていた人間の一人だったからだ。宮本は顔こそ美人だが性格は醜悪そのもの。プライドが異常に高く当然のように他人を見下す癖があった。運動や勉強もできるタイプで一見すると非の打ち所がないタイプに見える。一方の俺は容姿こそ平凡だが運動も勉強もそれなりにできた。テストの点数も俺と宮本の一位争いになることなどが多かったことを覚えている。彼女からしたらそれが気に入らなかったらしい。俺のことを一方的に嫌い、見下してきた。あんたみたいな出来損ないの顔面のやつが偉そうに私と張り合ってんじゃないわよ。今思い返しても理不尽極まりない。宮本は何かにつけて俺に突っかかってきて、時には周りの男を利用して直接的な嫌がらせもしてきた。
美人に弱い男というのは、いつだって世の中に溢れているものだ。何はともあれ、社長の結婚相手である宮本に関して、ろくな思い出がない。周りの男性社員は、美人と一緒に働けると喜んでいたが、全く嬉しくなかった。わずかな可能性にかけるのなら、高校時代から性格が変わっていればいいのだが、その期待は、虚しく崩れ去った。あれ、広川だよね。まさかこんなところで会うなんて思わなかった。休憩中、食事に向かう途中で宮本から声をかけられてしまった。俺の存在に気づかれずに済めばいいと思っていたが、そうもいかず。俺は宮本と目を合わせるのも嫌で、斜め下に視線を泳がせながら返事した。ああ、久しぶり。あんたみたいな出来損ないが、よくこんな会社に入れたわよね。宮本がそう言って見下してきた途端、高校時代の嫌な思い出が一瞬で蘇った。少しは尖っていた性格が丸くなっていればと思っていたが、変わっていないようだ。高校の頃は卒業するまでの我慢と思って耐えていたが、今回はそうもいかない。あんたの顔見てたら高校時代が懐かしくなっちゃった。俺からすれば思い出したくもない過去だよ。あんたがどう思うとか関係ないんだけど。とりあえず楽しませてもらうわ。宮本は高笑いを響かせながら去っていった。ある意味これが彼女からの宣戦布告の合図だったかもしれない。宮本は社内で自分の虜になっているであろう人間を手駒にした。そのうちの一人が俺の上司である浜野である。浜野は目上の人間に対しては徹底的に媚びを売るタイプの性格。逆に自分より下だと判断した人間のことは馬鹿にする。そんな浜野は前々から俺のことが気に食わなかったらしい。自分より年下で役職も下なのに営業成績トップというのがその理由である。早い話が単なる嫉妬でしかない。今までは俺の成績が高いこともあり、行動に出ることができなかったようだ。しかし、浜野は俺を見下すチャンスを手に入れる。社長夫人である宮本が俺のことを馬鹿にしているのを目撃したからだ。浜野は得意の媚び売りで宮本に近づき、気に入られることに成功。社長夫人を味方につけた浜野は俺に対しての態度を一変させる。ヒロノ、お前高校時代は社長の奥さんと張り合ってたらしいな、その見た目で。別に張り合うとかそんなつもりはないです。そんな風に強がらなくていいって、学校中から馬鹿にされてたんだろう。宮本から何を吹き込まれたのか知らないが、浜野はとても嬉しそうだった。その様子を遠くから伺っていた宮本はスキップしながら近づいてくる。あれ？社会人になっても見下されてる哀れなヒロノくん、どうしたの？社会人になっても気に入らない人間を馬鹿にする哀れな人間はどっちだよ。俺の反論が気に入らなかったのか、宮本は距離を詰めて胸ぐらを掴んできた。あのさ、私は社長夫人だよ。調子に乗らないでくれる？そうだぞ、浜野。平社員の分際で偉そうにすんじゃねえよ。調子に乗ってるのも無駄に偉そうにしてるのもお前らだろうに。俺は宮本の手を払い仕事に戻る。こんな子供じみた真似をする連中とまともにやり合う必要はない。すかしてんじゃないわよ、出来損ないの顔面のくせに。宮本は捨て台詞を吐き、俺のデスクを蹴ると去っていった。お前の鼻っ柱をへし折ってやるからな。俺は浜野に返事をせず仕事に集中した。無視すんじゃねえよ、出来損ない。浜野は怒声を上げて俺のデスクを叩いた。周りにいた社員はビクッと体を震わせたが、俺は反応しない。そんな様子を見て諦めてくれたのか、浜野は離れていく。それからも何かあるたびに宮本と浜野は俺のことを見下したり、嫌がらせを続けた。こうやってあんたのことをバカにするのが、高校時代のストレス解消法だったのよね。
やっぱり美人だと気苦労も多いから仕方ないですよね。こんな出来損ないはサンドバッグと一緒なんで、どんどん嫌がらせしてやりましょう。嫌がらせチームを組んだ二人は、心の底から迷惑な存在だった。書類を隠されたり、問題なく完璧にこなした仕事でさえもケチをつけてくる。しかし、こんな子供じみた二人に対して本気になるのも違う気がした。俺は二人を相手にすることなく、自分の仕事に懸命に取り組んだ。宮野と浜野は、そんな俺の態度がさらに気に食わなかったらしい。俺が二人に媚びへつらい、ペコペコしている姿を見たくて仕方ないようだ。もちろん、俺はそんなことをするつもりはない。いつまでも態度を変えない俺に対して、宮本と浜野の苛立ちは頂点に達する。そして二人は、俺に対して信じられない行動に出たのだ。ある日のこと、俺は宮本に呼び出される。またくだらない嫌がらせを受けるのかと思っていたら、宮本から予想外の言葉が飛び出した。あんたは今日限りでクビだから。え？急にそんなことを言われて納得する人間などいるのだろうか。どうして？あんたが2ヶ月前にやらかしたミスが、今になって会社に大打撃を与えた。その責任を取ってもらうには、クビにするしかないの。は？半年前のミス、何のことだよ。思い当たる節がどこにもなかった。あらあら、自分のミスを忘れるなんて、都合のいい脳みそしてるわね。いや、本当に身に覚えがないから。俺と宮本のやりとりを見ていた浜野が、いつものように参戦してくる。おいおい、ヒロノ。あんだけ盛大なミスをやっておいて、責任を取らないわけにはいかないだろう？だから、何のことを言ってるのか説明してください。それは本当に僕のミスなんですか？おいおい、自分のミスを忘れてるどころか、他人になすりつけるなんて最低だな。浜野は俺に対して、軽蔑の眼差しを向けてきた。最低なのはどっちだよ。言い返してやりたい気持ちでいっぱいになる。まあ、どちらにせよ。そんな奴はうちの会社に必要ないわね。宮本はそう言って、俺を追い払うように手を振った。俺は納得いかないまま自分の席に戻る。大体、宮本に俺をクビにする権限などないはずだ。そもそも、俺が2ヶ月前に大きなミスをやらかした事実など存在しない。どうしても腑に落ちない俺は独自に調査を開始した。するとその結果、とんでもない事実が判明する。2ヶ月前に大規模なミスがあったのは事実だった。しかし、それをやらかしたのは俺ではなくて宮本だったのである。そのミスを俺がやったことにしようと提案したのは他でもない浜野だ。衝撃の事実が判明した俺は怒りよりも情けない気持ちになる。これ以上、この会社で自分が働く義理はない。こんな仕打ちを受けながら、モチベーションを保って仕事を続けるのは無理だった。俺は、以前からスカウトを受けていたライバル会社へ転職を決意する。思い立ったらすぐに行動するタイプの人間なので、次の日には会社を辞めた。このような形で去ることになるのは嫌だったが、仕方ない。宮本と浜野が喜ぶ顔が目に浮かんだ。気に食わないと思っていた俺がいなくなったことにより、宮本と浜野は上機嫌になる。いやー、社長夫人、ようやく邪魔者がいなくなりましたね。あの程度で辞めちゃうなんて根性ないやつよね。社会人失格って感じ。二人の笑い声が部署内に響いた。俺が去ったことを喜んでいる人間なんて、この二人以外にいないだろう。それがなぜかは、宮本と浜野もすぐに思い知ることになる。俺が去ったことにより、会社の業績はジェットコースターのように落ちた。ライバル企業とも大きな差がつき窮地に立たされる。浜野はこの状況をどうにかしようと焦るが、残った社員たちでは力不足だった。
どれだけやろうとも業績を回復するには至らず、むしろ悪化する一方である。お前ら、もっと根性入れて仕事しろよ。そんなことを言っている浜野自身が全く結果を出せていなかった。社員はそんな状況に不満しかなく、退職者が続出。浜野が原因で業績悪化に拍車がかかる状況に陥る。急激に業績が下がったことを不審に思った社長は、浜野が所属する部署を訪ねた。そこでようやく社長は俺がいなくなったことに気づく。おや、ヒロノはどうした？社長は近くにいた若手社員に質問する。この社員は俺が辞めた事情を知っていたので、社長に全ての経緯を説明した。社長は多忙な人間で会社にいないことも多い。そのせいで俺が辞めたという情報も届いていなかったのだ。まあ、そこも浜野と宮本の策略なのかもしれない。宮本と浜野が原因で俺が辞めたと知った社長は激怒した。おい、浜野。なんでしょうか、社長。怒りに震える社長の顔を見て、浜野が怯えながら近づいていく。香織、貴様も来い。社長は宮本も呼んで、自分の目の前に二人を整列させる。貴様ら、ヒロの進むという貴重な人材を辞めさせたそうだな。ちょっと待ってよ。あんな奴のどこが貴重なの？あの男は、この会社の業績の9割を担う、凄腕の営業マンなんだぞ。何も知らなかった宮本は、その事実に驚愕する。普通に考えたら驚くのも無理はないかもしれない。一人の人間が、それだけの業績を叩き出すなんて、普通の企業では考えられないことだ。天野は、俺が結果を出していることこそ知っていたものの、そこまでとは思っていなかったらしい。9割って、それなりに結果を出してると思ってたけど、そこまですごいやつだったなんて。ヒロノはすでに新しい会社で働いているそうだな。そんな噂は聞きましたが。貴様ら、取り返しのつかない失態をやらかしてくれたな。社長の鬼のような怒号に、宮本と浜野は縮み上がった。冷静に考えれば、それだけ起こるのも無理もない話だ。業績の9割を担う俺が失った理由が、くだらない嫌がらせによるものだったのだから。浜野はここまで怒る社長を見たことがなく、言葉が見つからない。ヒロノがいなくなった分は、私が頑張るので、お前が100人いたところで、ヒロノの足元にも及ばん。身の程を知れ。はい、すいません。あまりに恐ろしかったのか、浜野はその場で土下座を始めた。宮本はどうしていいのかわからず、言葉を失っておろおろしている。そんな怯えている妻、宮本に対して、社長は突き刺すような視線をぎろりと向けた。貴様がここで働きたいと言うから、特別に許可したんだぞ。いや、まあ、そうだけど。会社に貢献するなんて言っていたが、真逆のことをやっているな。だって、高校の時に見下してた奴が生意気だったから。そんなことが理由になると思ってるのか？雷のような怒声を受けて、宮本も土下座をした。ごめんなさい。こんなことになるなんて思いもしなかったから。私も、お前たちが原因でこんなことになるなんて、思いもしなかったよ。社長のため息混じりの声を受けて、宮本と浜野は土下座を続けるしかない。部署内には、泣きながら社長に対して謝る二人の声が、いつまでも響いていた。その後、ライバル企業に転職した俺のもとへ、宮本と浜野が訪ねてくる。顔も見たくない二人の登場に、ため息が漏れた。応接室に案内して要件を尋ねると、目にも止まらぬスピードで土下座をする二人。申し訳ありませんでした！まさか、そこまで凄腕の営業マンだとは知らずに、
大変失礼いたしました。以前とはまるで別人のような態度に白々しさを感じずにはいられない。社長に何か言われたであろうことが容易に想像できた。社長に言われて仕方なく謝罪に来たって感じですか？いえいえ、決してそのようなことは。あくまで自分たちの意思で心からの謝罪を受け取っていただきたいと思いました。俺がこの二人を許して会社に戻ることを期待しているのだろう。そうしなければ何らかの処分を受けることは間違いなかった。だがしかし、今更遅いし、自業自得以外の何者でもないと思ってしまう。お引き取りください。え？他人を平気で見下す人と一緒に仕事はできない。俺の返答に浜野はあからさまにショックを受けた顔をする。どうしてそんな冷たいことを言うんですか？あれですか？手土産を用意しなかったからですか？そういえば二人とも手ぶらだったが、そんなことはどうでもよかった。むしろ受け取りづらいのでお土産などいらない。私は浜野と違って本当に反省してるわ。え、なんだよそれ。一人だけ許してもらおうなんて卑怯だぞ。うるさい。元はといえば、あんたが私のミスをヒロノに押し付けろって提案したんでしょ？ノリノリで引き受けたくせに、自分だけ被害者ぶるんじゃねえよ。二人は土下座した体勢のまま喧嘩を始めた。こんなくだらないやりとりに使っていい時間は一秒もない。さっさと出て行ってくれ。二度と俺の前に顔を見せてくれるな。俺が冷たく言い放つと、二人はようやく観念した様子。ゆっくりと立ち上がり、とぼとぼと出て行った。その後、二人の姿を見ることはなかった。浜野と宮本は、今回の件で責任を問われた結果、首を宣告される。宮本は社長から愛想を尽かされて離婚を告げられてしまう。社長夫人という立場もあったこともあり、相当散財していたようだ。お金はなくなってしまったのに、浪費癖は全く直らず、ブランド物を買い漁る日々。最終的には消費者金融に手を出しまくって、借金地獄に落ちた模様。毎晩激しい取り立てが続き、ノイローゼ状態らしい。高校時代はあんなにチヤホヤされて、ようやく社長夫人の座まで手に入れたのに、どうしてこんなことになるのよ。一人暮らしのボロアパートの中で宮本は嘆いた。どうしてこんなことになるのか、本当にわからないのならば救いようがない。浜野はクビになったことがきっかけで、妻から愛想を尽かされ離婚することになる。お金の管理をすべて妻に任せっきりだった浜野は、クビにされたストレスから浪費に走った。競馬やパチンコ、ありとあらゆる賭け事に手を出して、宮本と同様に消費者金融にお世話になる羽目に。再就職はしたらしいが、激しい取り立てのせいで連日寝不足が続き、ミスを連発。取り返しのつかない失態を繰り返したせいで首を言い渡されたようだ。現在は住んでいたアパートも追い出されて公園で暮らしているらしい。社長夫人に気に入られたらうまくいくと思ってたのに、どうしてこんなことになるんだよ。冬の寒空の下、段ボールハウスの中で浜野は嘆いた。俺はかつて宮本や浜野と働いていた会社よりも高待遇で働いている。人間関係も申し分なく、お互いは切磋琢磨して高め合っていた。同じく職場で働く同僚であると同時にライバルでもある。ストイックな性格の自分にとってはこれ以上ない環境ということだ。そういう意味では、辞めるきっかけを与えてくれた宮本と浜野に感謝してもいいかもしれない。いや、そこまでポジティブに考えられるほど器の大きい人間にはなれそうもなかった。何にせよ、せっかくやるのなら以前の会社以上の結果を叩き出していきたい。社内で一番ではなく、
日本で一番の営業マンになるために、俺は今日も頑張っている。